はい、どうも畑中圭一です。今回もご視聴ありがとうございます。今日はスピッツの楓を、一応題材に、解説は今日はね、あのキーが E の時のギターのこのおしゃれな、コードの使い方ということでやっていきたいと思います。まあ厳密に言うとこれカポ僕は今回2で弾いているので、で E で弾いているので、まあ、プラス2で、まあ、G フラットあるいは F シャープのキーなんですけど、まあ、ギターのコードとしては、キーがいいということで、今回はこのキーがいいの時のおしゃれな、コードの使い方をやっていきたいと思います。最初ね、忘れはしないよってところから、この2つ目からもう、何それっていうところかもしれないんですけど、まず普通に E から始まって、その後 G シャープマイナー、まあ
E、G シャープマイナー、C シャープマイナー、F シャープっていう順番なんですけど、これ多分普通の弾き方すると忘れはしないよ、時が流れてるよ、いたずらなやりとりやっていう感じになると思うんですけど、これをまあちょっともうちょっとこう広がりのある響きのいい感じのコードで置き換えて僕はやってます。忘れはしないよ、時が流れてもいたずらなやりとりや、結構違くないですか？これ最初の E は普通に E なんですけど、その次の G シャープマイナーがこういう形でやってます。で、覚えておいてほしいのは、ギターっていうのは基本的にこの開放弦、何も押さえてない弦をたくさん使うことによってすごくなんか響きが豊かになります。なのでこういうバレエコードで G シャープマイナーとかも全部こうやって押さえちゃうと、これ開放弦1個もないじゃないですか。そうするとね、ちょっとやっぱ響き的にはなんて言うんだろうな、まあこれももちろんこれでねとってもいい響きなんですけど、やっぱギターのこの開放弦の広がりのある感じを出したいと思った時に G シャープマイナーこれで弾くととてもいい感じです。これ親指またね使う感じなんですけど、ちょっともう一個一個説明してると長くなるんで形で覚えてもらえたらと思うんですけど、忘れはしない、押さえてるのはこの3つですね。でその後 C シャープマイナーも僕ここバレエにするんじゃなくて最後のこの1弦だけ開放にしてます。だからこことここ同じ音になるんだけど、そうするとね若干響きがねこう広がります。こうやってやるよりもね、まあ、微妙な差ですけど、時が流れてる、ここも F シャープも前歌うたいのバラッドでも説明しましたけど、 F シャープのこの D っぽい感じの F シャープ使ってますね。 F シャープ7で、その後普通に A 行くんじゃなくて A アド9、これもやっぱ開放弦が増えるんでとても響きがありますね。でこれをそのままスライドさせて B もこの形でやってます。こことこことここだけ3つだけ押さえて、ここはやっぱ開放弦、1弦と2弦は開放弦。そうするとねやっぱ広がりが出ます。使うときにE アド9の形なんですけど、 E アド9ってまあこれでもいいんですけど、この1弦をね小指足してみたいな響き足すのもありなんだけど、これだとアド9の主張がちょっと強すぎるんですよね。っていうこの音が一番高くなっちゃうから、主張が強いから、これよりもこっちの方がなんか奥ゆかしくて僕は好きです。ちょっと形難しいんですけど、小指使ってこれは浮かせてます。こことこことここ、これ良くないですか？これをね僕よく使います。 B メロでこれ使ってたんですけど、変わる変わる覗いたから何を見てたかな、そうこういう、コードの使い方もあるんでぜひ参考にしてください。あとは同じ感じかな、サビも、やっぱりこの広がりのある感じのコードをずっと使ってます。さよなら
はい、ということでキーが E の時のおしゃれなコードの使い方でした。今日もご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとう。